ある。顔の周りに手をやりがち。皆さんこんにちは。元宝塚男役、空気人気アイドル、永遠の30歳、あやはじまやです。今回は宝塚に関しての、ね、質問で、宝塚音楽学校に入ったら中卒から高校2年生終了までの間に入ってしまうと高卒の資格は取れないんですかとか、中学校卒業の時点で宝塚を受験する人は高校を受験しないんですかとか、浪人してしまうんですかとか、そういう質問をいただきました。最終学歴が何になるのかとかね、気になる方が多いみたいですので、それについてお答えしたいと思います。宝塚音楽学校は学校法人のちゃんとした学校です。なので最終学歴っていう言い方していいのかわからないんですけど、おそらく最終学歴は宝塚音楽学校卒業になるんじゃないかと思ってはいます。ただ私は高校2年生終了で宝塚を入っているので、実質宝塚に入る前に高校を中退していることになります。中学校卒業で音楽学校に入った人は中卒、高校1年高校2年で入った人たちは高校中退というふうになってしまうんですけれども、ただ宝塚音楽学校には素晴らしいサポート制度があります。それはね、私たちの期の時にはもうすでにあったんですけれども、工業大高校という高校とおそらく提携かなんかをして高校卒業の資格を取りたいという人向けに単位を取れるようになっているんですよ。で、その単位を音楽学校に通いながら取ることによって高校卒業の資格を取ることができます。なので高校卒業の資格が欲しいというね、宝塚音楽学校生は音楽学校に行きながら工業大高校の、ある程度決められたカリキュラムをこなして高校卒業の資格も取ることができるんです。私はね、高校2年終了だったんですけど、高卒の資格は取らなくてもいいかなってあまり将来のことを考えずに思っていたので、工業大高校には行きませんでした。そして中卒の段階で宝塚音楽学校を受験する人たちは必ず高校の受験もしていると思います。っていうのは、宝塚音楽学校の受験資格の中で中学校卒業から高校に在籍中、もしくは高校卒業の資格を持った15歳から18歳の人たちまでが受験できるという資格があるんですよ。なのでいくら16歳、17歳、18歳という年齢であっても高校に行っていないと宝塚を受験できないということになってしまうので、中学校卒業の段階で高校を受験しないでね、一発合格で宝塚音楽学校に入れればいいんですけど、それ以外の人たちで高校に行きながらその次の、ね、年も宝塚を受けようと思った場合に必ず高校に通っていなければいけません。なので必ず高校が受験できるように宝塚もね、そこはすごく配慮していて、宝塚の受験の時期と高校受験、大学受験の時期が少しずれてます。で、必ず音楽学校の方が後に受験できるようになっているので、先に受験してそして宝塚音楽学校を受験するという方が多いんじゃないかなと思います。すごくね、稀なケースではあるんですけど、宝塚を退団してから大学に行く、そしてお医者さんになるっていうようなね、人たちもいたりして、高校卒業の資格っていうのはね、取っといて損はないのかなって思いました。なので宝塚音楽学校というのはね、本当に素晴らしい、っていうか宝塚自体がね、本当素晴らしいね、サポート体制で素敵な場所だなと思います。
そういう場所だからこそ思いっきり夢を見ることもできて、夢を売ることもできて、そしてお客さんたちが夢をね見に来ることができるという素敵な場所になっているんじゃないかなと思いました。参考になったら嬉しい。